来るね。いや来るね、来るんだけど絶対いつか。うーん、まず1個目ここ開く。まあ手前から行くか。ここがとりあえずまあ閉じてると。うーん、この段ボールもなんか使っ、何？何？え？何？何の音？何？何？何？この段ボール、あ、なんかある。ヤングキー。ヤングキー？ほう。若いキーって意味？で、これなんか上になんか乗ってたりするわけじゃないから、この段ボールの意味は何なんだろう？何かしらこの段ボールは意味があるものなのか。まあなんか行き詰まったらここにまた戻ってくるって感じでいいかな。とりあえずは行きましょうか。じゃあ次、ここヤングキーかな。違った、ここではない。うーわ、今のダメじゃない、今のダメでしょ、マジで今のダメじゃん。いやちょっと待って、本当にビビった。え、これ絶対確定？ちょ、確定かだけ見といていいですか。確定？あ、確定だね。じゃあこれダメだってことは、まだここに来るべきではないってことが。よかった。これからもあんな、な、無理ゲー来たらどうしようと思ったけど、なるほど。これはもうこっちじゃなくてこっち行けっていうことか。そういうことか。びっくりした。で、ここがロックされてる。ってことはここか。ヤングキー。え？え？あれ？ヤングキー？なんで？あれ？え？ロックされてる。え？なんで？ここで使うん。え？なんで？え？ええー？うん？あ！バールか！うわ、ちょ、それはさ、やめてください。びっくりしました。なるほど、あん中にイラオニが隠れていたとね。バールをここでようやく使ったってことか。あー、やっぱり一つの、なんか2回ぐらい部屋入るとニラウニはいなくなってくれそうだね。あー、オッケー、ようやく先が進めそう。オッケーオッケー。あ、でもしかもバールなくならない。素晴らしいですね。じゃあ、ここ入れるのかな？入れるよね、さすがに。はい。さあ、先ほどまでニラウニがいた匂いがする。出たー。これさー、これメモしておいた方がいいのかな？ RSTUVWXY。だけどなんか謎の文字だからな。これちょっと待って、これ写メ撮りますわ。これ写メ撮って、さっきの2階のさ、なんか謎の文章あったじゃないですか。それと連動してんだ、これ多分。待って、じゃあさっきの謎の文章も写真撮りに行こう。多分あれロックキーの解除になる。でよ、ちゃんとちょっと、でもチェックはしといて。でも、これ以降どうすればいいんだろう。もうこれ、あ、でも、大体でもこのゲームって、なんか謎解いたらもう出てこなくなるとかあるから、どうしよう。一回ちょっと見てみようか。まだ来るのか。あ、来るじゃん。さっきの謎みたいな、さっきの謎の文字あったじゃないですか。その文字さ、これと照らし合わせたら、なんかローマ字の文字になるんじゃないかなと思いまして。さっきのね。うん、ぽいね。一番最初の文字が H。で、次が F とか、そういう感じで書いてあるので、読めるというか、うん、綺麗に読めるようになってる。IH 何々って書いてあるんだよ。ちょっとこれも写真撮っておきます。ごめんなさい。ちょっとカメラの、音が入ってしまいますが。これはちょっとメモしといて多分いいと思う。今後、おそらく使うと思うんだけど、問題は、もう、鬼が出てきちゃうから、どうしようもないんだよね。これまたあれかな？そのバールかなんかで壊したりできるわけじゃない？なんかさっきはね、なんか文字が売ってあったからバールで壊せたけど、多分、いけないよね。どうしよう。はい。ですね、あれからずーっと探してたんですけど、多分30分はかかる。40分ぐらいかな？ずーっと探してたんですけど、見つからなくて、あ、もうダメだと思って、もう動画見ました。はい。僕がね、参考にさせていただいた方の動画を最初だけ見てね、まあ、あとは見ないように決めてたんですけど、どうして無理だったので、ちょっと、調べて動画の方見させていただいたんですけど、先に言います。一言言わせてください。あんまり僕普段こういうこと言わないんですけど、こんなんわかるかボケって思いました。ごめんなさい。さすがにちょっと暴言入ってしまう。はい。ですね、皆さんも多分そう思います。はい。言いますよ。3、2、
ワン。わかるかい。これはね、これはさすがに鬼畜だと思う。これは無理。はい。まあ、多分ね、もしかしたら、ヒントになってたかもしれないんですけど、まあ、それはね、読めないから、それは読めないやつを無理やりやってるから、まあ、わかんないだけであって、おそらくなんか右に何歩とか、ブロックから何歩何歩っていうのはわかると思うっていうのが、多分ヒントあったと思うんですよ。その、何々の部屋のブロックの数、なんなんなみたいな。そういうのあるかもしれなかったんですけど、ちょっと無理でしたね。はい。キャッシー It's me? What go away I am? お、かわいいキャッシーちゃん。これも多分仲間だよね。What, how do I know it's really you? あなたは誰 ?Where, what is your monster fucking Hiroshi voice? 何え ?Fucking? え ?A monster? え ?Hiroshi? Hiroshi の声なのだけど、モンスターファッキンってどういうこと？ファッキンってあれだよね。あんまり YouTube の実況としてあんまり言ってはいけない言葉ですよね。How would I Cash look? キャッシーちょっと見るよって。Hiroshi! キャッシー are you worried? I'm fine! How are I man? So don't think about where are her? ようわからん。とりあえず、まあ、僕と付き合いましょうっていうことですね。はい。そうですね。OK ですと。はい。どうしよう。何これ ?I met Mika. I think. たけし、まだ生きてるのってことじゃないこれ多分。だって、ミカと、違うか。ちょっと待って。ミカは死んでしまったんだ。これでいいんじゃない合ってそうじゃん。モンスターにやられたと。Pretty, very pretty. I don't want to talk about this. I know what you meant. Spare person come out of our kitchen and blow up my face. This one, room, dear, sir. What, sir? Monster over there. I don't, yes, とりあえず、なんか私の名前はキャッシーです。はい、ずっとこの部屋に隠れてましたとかそういう感じなんじゃないんですかね。はい。これ読んでもどうせわかんないと思うので、まあ、ここら辺はカットさせていただいてね。はい、本当は読めれば、長いな。ちょっと待って、これ、すごい、これすごいなんか、重要なこと言って、ちょ、待って、なんか見えたよ？え？何？今の。今つく、え？なんか先にいたよね、今。え？セーブ。ラン。ごめん、本当にわかんない。文字、言葉が長すぎてさ。もう一回見たいんだけど、ちょっと待って、もう一回見たい。シスターって言ってたから。あれ？妹？ちょっとごめん、本当にわかんない。ちょっと飛ばすね。とりあえず、たけしとか、ここに要はなんか逃げ込んだ理由があったんでしょ。あ、ごめんなさい。なんか選択肢すごい飛ばしてしまった。はい。ここら辺多分やってもわかんないと思う。あ、でもね、あれだよね。その英語とかわかる人とかだと、あれかな、これ見たいっていう人いるかな。そのためにちょっと一応、さらっとこうやってやっておきましょうか。はい。全然わかんないもんね。ネバーマインドだけわかったよ。とりあえずキャッシーが仲間になったと。全然とりあえず全くわかんなかったんですけど、ちょっと待って、まずチェックしたい、これ。これって猫鬼のさ、ニラバージョンだよね。これキャッシーが捕まえたのかな。はぁ。まあ、行きましょうか。多分どっかに調べるところ、鍵があった。オールドキー。これでもしかしたら牢屋開けれるとかじゃないよね。多分別の部屋の鍵がゲットできるって感じかな。で、これはなんだ？これ調べることはできない。ただの飾りなのかな？さっきのオールドキーでさ、さすがにこれが開くとかじゃないよね。これ開いたらやばいんだけど。違うよね、さすがにね。これもまたいつかっていうか、もしかしてこっからも出てくるようになるのかな？あいつが。これわかんないよね。これどういう謎なんだろう？もしかしたら、まあ、これが関係してるかもしれない。はい。後ね、これ調べて、ちょっと裏で、メモしたんですよ。これね。HFQAIRREC だったんで、
これがもしかしたらなんかその関係してここに入る道だったみたいな、もしかしたらこれを見てここのこれが書いてあるところの右をずっと歩けみたいなことだったかもしれないね。こっちに何かあるぞっていう、ちょうどこのこれをこっち行ったところがこの部屋なんで、まあ、もしかしたらそういうなんか暗号さすがにないとね無理だと思うので、じゃあここかな、オールド違った、じゃあこっちか、ここ以外ないですね。よし、オールドキー。うわ暗いですね、セーブができませんね。セーブしときます。はい、セーブができないのがすごい怖い。ん、お鍵がある。ん、ええ、何の音、え何、なんでこの音、ヒロシ do something I hear、 何え、ちょ キャシー裏切ったってこと、これもしかして、え、そういうこと今、え、裏切りのキャシーもしかして、え、そういうことだよね多分。っていうことだと